皆さんこんばんは。こんばんは。 G3 オールレディース第10回恵比寿吉和杯6日目12レース優勝戦の展望番組を日刊スポーツ栗原寛人記者とお送りします。栗原記者よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日準優勝戦少し波乱となりましたが。そうですね、はい、12レースのタッカー選手は本当に残念でしたね。ですね、地元初優勝にいいリズムで来てたんですけど、はい、はい、惜しかったです。そうですね、最後ちょっとスタート放ってしまったというところで、はい、その分ですかねちょっと残念そうでしたけど、はい、まあ、明日2走あるんで頑張ってもらいたいですね。はい、そうですね、はい、それでは明日12レースのメンバーを紹介します。1号艇雲野ゆかり選手、2号艇岩崎よしみ選手、3号艇池田篠選手、4号艇谷川理恵選手、5号艇森岡真希選手、6号艇三浦恵里選手となってます。1号艇と4号艇がフライング一本持ちです。モーター評価お願いします。はい、そうですね、そんなに上位陣では差がないと思うんですけど、はい、よく出てるなというのが内枠の3人ですね。そうですね、雲野選手は、まあ、全部いいと、はい、で岩崎選手もまあバランスが取れて、その中でも特にいいのが伸びと、はい、で池田選手は回ってからがいいと、はい、でまあ、バランスも取れて上位ですねと、はい、なるほど。で谷川選手はまあ出足型で、で森岡選手もまあ伸びは良かったというところで6で、うん、三浦選手は足自体はそんな目立たないんですけど、はい、5日目にプロペラ調整とリング交換でやっと乗り心地が来たと、はい、自分の思ったようなターンができるようになったというようなところでしっかりですね順位も展開をつけたのかなというところでしょうか。はい、なるほど、はいはい、それでは進入をお願いします。はい、まあ、基本戦は枠なりの3対3だと思うんですけど、はい、まあ、谷川選手のピット離れが良かったんで、もしまあできてしまうようならなんとなくこうですね、ここら辺まで行くようなことがあるかなとも思うんですけど、はい、まあ、基本は枠なりの3対3でしょうか。ありました、はい、それではこれを踏まえて本命フォーカスをお願いします。そうですね、はい、まあ、中心は1枠に座る雲野選手、はい、今節序盤ちょっといいんで取りこぼすシーンがあったんですけど、はい、準優進出戦準優と、まあ、エンジンもきち仕上げてきて逃げてますんで、はい、まあ、ここは逃げ中心というところで1からですね、はい、で相手はやっぱり岩崎選手、まあ、エンジン的には互角なので逃げて刺してというところで、はい、1、2かなと。1、2、はい、でまあ3、4でレースの上手な三浦選手も3着までにと、はい、1、2折り返しの3着、そうですね、まあ、うちの71期の同期コンビで首位争いになるんじゃないかなと、はい、まあ普通にね、池田選手あたりもいいんで、はい、1、3、4の2、3、4とかちょっと、はい、まあこれは固いところでしょうけどね、頭1ですね、はい、はい、それでは狙い目お願いします。そうですね、やっぱ狙い目としたらやっぱセンター勢になるのかなと、まあ雲野選手がちょっとねフライング持ちっていうところで、岩崎選手が半分ぐらい出れば、はい、まあ、同期とはいえ握っていく展開があれば池田選手にもチャンスがありますし、はい、谷川選手も年末のですね、クイーンズクライマックスに向けて今ちょっとボーダー下なので、ちょっとでも賞金上積みしたいと、女子戦は特に賞金差があんまりつかないんですね、はい、そうですなんですね、はい、レディースチャレンジカップはまだあるんですけど、はい、まあ、取れるところで取っとったがいいというようなところで、はい、まあ、一発狙ってくるならここら辺かなと、はい、なのでまあ、3、2、流し、なんかおかしくなった、3、4、流し、はい、まあ、谷川選手から行くんであれば、まあ、ちょっと外の人たちも絡めて、1、5、6、
の流しと、まあ、全部変えとは言わないですけど、はいはい、まあ、何かしら、そうですね、まあ、すんなり行ってもおかしくはないですし、波乱があってもおかしくないかなと。腕のある選手が揃った分ちょっと面白そうですけどね、はい、はいはい、ありがとうございました。以上で展望番組を終了します。皆さんもこれを参考にして船券を買われてみてください。日刊スポーツ栗原記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。